チャパデコルソの位置チャパデコルソは、メキシコ、チャパス州の中央部に位置する先古天気前期末から、五古天気まで居住が続いてきた遺跡で、周辺地域の標識遺跡にもなっている。グリハルバ川砂岩にある同盟の町の近くにあり、州ートトゥストラグティエレスからもそれほど遠くない場所である。肥沃な川沿いの低地にあって、 スミデロ峡谷の川が合流しきらない場所に立地し、千古天気中期からグリハルバ川流域とチャパス州太平洋岸の中心地の一つとして本格的に発展し始めた。季節によって氾濫する川沿いの肥沃な土地を思う存分に利用するとともに、やや上流のラリベルタドから航行可能になりすぐ、下流にはスミデロ峡谷から流れる川の合流点があるという、 高立地を活かし河川交通や交易を投与して、5個天気まで繁栄を続けた。チャパデコルソは、13機に次期区分され、1000個天気のチャパ I 期 V 期、現個天気のチャパ6及び7期、個天気のチャパエック x 機、5個天気のチャパ XEA エ12期までに区分される。チャパデコルソで見られる巨大な土のマウンドと、 中庭は千古天気中期のチャパスリー期、期限前700年ない市道600年頃から築かれ、始めた。建造物 7E の粘土の床に掘り込んだ、この時期独特の墓から出土した土器はよく磨かれた赤、黒、褐色がかった白色の単色土器でローのような鈍い光沢を持つ。建造物 7E は粘土を突き固めた、高さ6メートルの建物で後に、 気団13号にに覆われるるようになるこの時期から、茶パでコルッソに、主張性国家が形成され始めたと考えられる。先古天気後期の茶パ放棄には、化粧漆喰の建造物が現れる。河原家の気形は多様化して、円筒形の印象も出現する。埋葬74号からは、この時期から出現する化粧漆喰を施した時に、 共犯して海星の羽毛の蛇が刻まれた耳飾りも出土している。チャパ放棄の年代は、マウンド1号の炭化物の放射性炭素年代から564、BC から424プラスマイナス60、BC 頃と考えられる。チャパ部域になると時には、道部の中央部内視公園部に唾を持つ鉢や皿が、特徴で赤と黒に彩色され、磨かれている。 トウモロコシの穂のように尖って内部が空洞な四つ足土器も稀に出土する。赤字にクリーム色の二彩り土器も見られ、内面にも外面にも様々な曲線文様が施された木面がよく磨かれた鉢が典型的なものである。航路に使われたと考えられる内側に突起を持ち、ぐく塗色された鉢がわずかながら出土する。この器は茶ぱぶの間に発展し、 普遍的なものとなる。チャパブ域の土器は、カンペチェ州やマヤテイチで見られる、地カネル機の土器と非常によく似ており、直接的な関係が伺われる。また、グアテマラコーチからの強烈な影響のもとに、永続的で洗練された地域スタイルとして、形成されたと考えられる。チャパブ域の年代は、マウンド1号のチャパブ域の廃棄された層の上に、 倒れた建物の炭化した柱のサンプルから得られた、放射性炭素年代から210プラスマイナス 30BC 前後と考えられる。メソアメリカ最古の長期歴の刻まれた、石碑2号。7バクトゥン16カトゥン3トゥンにウなる13金録ベン、18種類の日付が刻まれているが、7バクトゥン、16カトゥン、18種類の部分が、 欠損しているので計算で補っている。チャパシックス機になると丁寧に加工された霧石を積んだ建物が現れる。最も初期の建物は正面と背面にわずかずつ上るがある階段をつけた低い木段状の建造物である。木段の上には2部屋で構成されたアドベの神殿が建てられていた。やがてより大きな石材を表面に露出させた木段と、 複数の部屋を持つ、宮殿とも言うべき建物が建てられるようになる。そのような建物の天井にはいわゆる、持ち送り式アーチ構造が用いられているものもあった。この時期で特筆すべきなのは、現在のところメソアメリカ最古になる長期歴で、紀元前36年に相当する日付が刻まれた、石碑2号が出土していることである。一方で土器の機種蘇生も武器とは、 全く異なったものとなる。同時期の主要なメソアメリカの外来土器が持ち込まれる。反面、チャパブ域に見られた、地下ネル機のような土器は消失する。チャパシックス機の土器が最も禁止するのは、グアテマラ高地にあるカミナルフューの荒れなる木の土器である。その一方では建造物と土器は搬入される良品の土器を除いて、独自の発展を遂げる。他地域から持ち込まれる土器には、 ベラクルス州南部、オアハカ州やエルサルバドルのものが挙げられる。チブサカたちをつわし時も出土するが、メソアメリカの他地域のものとは異なっておりどこから持ち込まれたかは不明である。一号墓からは、精巧な黒線モ模様が刻まれた人間の大腿骨が出土しておりおそらくこれも搬入品と思われる。チャパシックス機では、深い気壁が直立するタイプの円筒形の 蘇生深鉢が航路としても用いられ、マイノイ以降から最も普通に出土する。エルサルバドルからの搬入品には、機台付きの航路も見られる。チャパシックス機の週末になると動物をかたどった、突起のついた航路が何種類か出現する。三つの動物状の突起のついた航路は、グアテマラ高地の先古天気候機に見られる。表面調整を滑らかにした。 半門内いし縞模様のある金属的な光沢を持つオレンジ色の土器はミラドールの釜の灰原から多量に発見されており、チャパでコルソの埋能以降からも多数同じ土器が出土している。チャパシックス機の指標となった放射性炭素年代サンプルはマウンド V 湿度の炭化した屋根の量材であって AD38 プラスマイナス45の年代が得られ、 近隣のサンタロウ採石マウンド F の張り床の灰を突き固めた層から原古天気前期段階の土器に共犯していた炭化物から38プラスマイナス 65BC の年代が得られている。チャパセブン期になるとマヤ原古天気後期の搬入品は稀となりグアテマラ高地の影響が濃厚である。巨視的にはテワンテペク地境の土器様式圏に属する。 地域スタイルとして発展している。主な規定は、体部が直立内視外反する鉢や単形へ壺、底部がいぶされて黒くなっているが後縁部のみが酸化して白くなった球根状の壺などが見られる。チャパセ分岐の建築的な発展の特色として、化粧漆喰の施された装飾体が挙げられる。その他には玄武岩の丸石を並べて、 土器を奉納する埋納遺構やジャガー信仰の先駆を、なす、猫科動物の骨が埋納された宝剣跡も見られる。チャパセ分岐の指標になる放射性炭素年代のサンプルはサンタロサのマウンド B の神殿の床に残った、炭化した、柱根であり AD、AD113 プラスマイナス60の年代が得られている。 チャパセ分機に属する AD80 年頃に、オトマンゲ五族に属するチャパネク人がやってきて、チャパデコルソをはじめとする、グリハルバ中流域一帯を征服し支配した。チャパネク人は、勇猛をもって知られ、年代記作者であるベルナ・アルディアスは、1524年には、この遺跡が、祭祀センターとして機能していた時にチャパデコルソが、人口4000人ほどで、道路と、 街並みは、整然としていたことと、チャパネク人の戦士たちが有望であることを記録している。実際のところ、チャパネク人は、アステカの支配を受けずに住んでいることからも、このことが伺われる。並行するテイチマヤのマモ向きも似た傾向の土器である。マモ向きとは、テイチマヤの標識遺跡ワシャクトゥンの時期区分で、先古天気中期に相当する。ワシャクトゥンの変年で、 先古典気候機を指す。実際には建物の壁面の一部と考えられ、石碑との故障は不適当であると研究者は認識しているが、慣例として故障が定着している。グアテマラ高地の 300BCAD200 頃の時期を指す。現在はミラフローレス機と呼ぶのが一般的であるが、60年代段階ではミラフローレスを アレナルに先行させる考え方などもあり、アレナル木の後にサンタクララキアウロラキを置く考え方もある。サンタクララキアウロラキの週末は、テオテワ観様式の建築物や土器に象徴されるエスペランサキの開始時期をどこに置くかによって異なる。ありがとうございます。